どうも、うーたんとりゅうです。今日はね、ちょっとね、面白い企画をね、しようかなと思うんですよ、兄さん。あの、昔ハマったやん、架空請求。これが、連絡が来ました。来たことないわ。来た内容が、情報サイト、観覧利益があり、未納料金が発生しております。本日ご連絡なく場合、法的手続きに移行します。DMM 相談窓口電話番号。じゃあちょっと電話します。お電話ありがとうございます。株式会社 DMM のお客様管理部の。あ、すいません。はい、あのちょっとなんかショートメールで、あの、はい、ご連絡がちょっと来とったもんで、はい、なんか法的処置を取ると。佐藤祐樹、はい、で、何を言ったらいいんですかね。あ、生年月日をお願いいたします。ご本人様確認合わせてお願いいたします。あ、はい、そうは、はい、63年8月21です。はい、少々お待ちください。はい。誰やねん、佐藤。ウータンとかって言うたこと確認できますとか絶対言うんだろうな。言うと思うよ、はい。じゃあお電話いただいてるこちらの携帯電話はお客様ご本人様のご契約で間違いないでしょうか。はい。1年以上お使いで間違いないですね。いや、1年も使ってないです。あ、でしたらですね、こちら ご登録いただいているのはご本人様。何をですか。こちらのお電話いただいてるお客様ご登録いただいているご本人様ですか。ご登録ってどこに登録したってことですか。ドコモとかソフトバンクとかに登録したってことですかね。あ、はい、かしこまりました。でしたらこちらご確認してお電話させていただきます。今確認できないんですかね。あ、私ども携帯電話会社とは違いますので、こちら担当の者からお電話させていただいてよろしいですか。何分ぐらいで。ちょっと僕も今ちょっと仕事中でして。でしたらちょっと現時点でお答えしかねるんですが、何時くらいがご都合よろしいですか。あの中で、あの利用料金って何のことですか、これ。けど御社のあれですよね、なんかサイトっていうかなんかのやつですよね。あの担当の者からお電話させていただきますので。担当の方って言うても、なんて言うんですか、これ。いくら払えばいいんですか。あの現時点ですね、私答えかねますので、先ほども申し上げておりますが、担当の者がご連絡させていただきますので、ご連絡させていただいてよろしいですか。あ、ほな、5分後でお願いします。これ何？なんか逃げられたの？逃げられたぞ、これ。気づかれた？気づいてはないと思うけど、なんでこんな、なんかお客様の電話番号ですかとか聞かれる必要がある？なんか分からない。これか、うん、ほんまにこの向こうが携帯の登録情報を持っとって流れるで、こういう情報みたいな、うん、本名、本間の名前とかが全部バレとで、名前がちゃうけんとか。こいつ最初の返答聞いた？やらなくてこんにちは。最後なんかめっちゃうにょ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 言うとったやん。待ってみたんですけど、電話が一向にかかってこないので、もう真相を突き止めてやろうかと。いきます。完全勝利。通知かけてみようか。ちょっと控えて、ちょっともう通知聞けしたんちゃうかな。非通知でいきます。通知拒否やな。あかん、もう絶対あかん。逃げられた。お前隠しとって逃げるってやばいやろ。お前ここの会社。ちょっと DMM に電話しようか。ちょっと DMM さんに真相を確かめたいと思います。はい、大変お待たせしておりまして誠に申し訳ございません、はい、お問い合わせをいただいた順番に担当者へおつなぎしておりますので、はい、このままお
はい。あ、音声。いや、音声はどう聞いても。無料音声か、これ。おい、寝るな。動画では真剣であれって、誰か言ったよ。デブって言うな。やめとけ。おじいちゃんみたいに。はい、はい、あ、すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけどね、はい、あの DMM さんの、はい、ドットコムっていうとこかな、はい、からなんかあの未納の料金が発生しておって、はい、本日ご連絡なき場合法的手続きに移行しますっていうふうに、はい、DMM 相談窓口っていうとこからショートメールが来たんですよ、はい、で、番号が記載されておって、はい、さっきちょっと電話したんですよ、ここに、はい、ほんだらもう一切出てくれんようになったんですよ、はい、でこういうことってあの DMM さんからのこれメールなんですかね。いえ、それはあのおそらく架空請求メールの業者だと思われますので、はい、もう なんかね、向こう側は DMM.com ってちゃんとなんか名乗っとったんですよ。そもそもそういった相談窓口からあの電話があるということもありませんし、今お電話いただいているのが、はい、スマートフォンの申し込みの、DMM モバイルというところになるんですが、はい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 、はい、そもそもそうですね、こちらでもなく、あと、もともと DMM の何か申し込みをされたことはございません。あ、ないです。なければ、そもそも契約自体も発生しませんし、DMM は基本的に前払いでございますので、はい、わかりました。すいません、はい、お忙しい中ありがとうございました。とんでもございません。失礼いたします。はい、はい、すいません、失礼いたします。はいはい、やっぱあの DMM を名乗ったメール、ショートメール等には皆さん注意してください。You win。あ、はい。まず一つお願いします。お願いします。では、バイ。